まるなあと2人が出てきてくださいましたもん、ね、本当皆様もすごいお待ちでございますのでね、本当に、はい、もう少し時間8時半からなんですよね。そうなんですよね。あと10分、10分、なんかこれ待ってられないですよ。ずっと楽しみに来てるわけですけども、でもね本当皆さんも今雷さんが出てきてようやく笑顔が戻ったような感じで。本当ですか、ありがとうございます、ね、ありがとう。これもしかしたらこの時間がずれてんの俺たちのオープニングアクトが異常に早かったんじゃねえかと思って予定通りの時間でやったのよ。で、俺ら出てったら音楽も何も流れてなくてこれ大丈夫かなみたいな。ぶっちゃけトークですね。ちゃんと始まりましたね。またぐーって現れましたけど僕ら、はい、そう、しかもマイクもあの都合上2本しかないのでちょっと1本を2人で分けるような形になりました。分けるような、だからまだボケたくなったりとか喋りたくなったら手上げでしたそれでお願いします。すいません、よろしくお願いいたします、はいはい、さあ、お二人は応援アンバサダーということなんですけれども、はい、そうですね、はい、応援しに来てくださったということなんですが、はい、実際にこの会場に来られてみていかがでした？いや、予想以上でしたよ。あ、何か、いや、まずお客さんの数、これ、はい、最初どう思って来た時にライトでお客さん全然見えなかったんですよ。そうなんです。でもこう目凝らしたらこんなにパンパンに入ってたんだと思って、本当にの割には雷ですの時に歓声が小さかったなと思ったんですけども、ちょっとね距離感があるからよーく見たらめちゃめちゃいたから、はい、そうなんですよね。あ、こんなにいたんだってのと、あと悔しい気持ちと2つの感情を芽生えましたけど、いろんな気持ちが、はいはい、でもこのセットはやっぱその昨日、やっぱ先ほどもねオープニングで言いましたけど、そのクルーザーでその東京湾ここら辺ぐるぐるした時にもう海から見てて、もう迫力がすごかったんですよ、後ろから見てるステージの。そうですよね、うん、お二人はこの実際にインフィニティコールはご覧にはなられて、マラバ見たんだよな。あ、僕が見ました。はいはい、いかがでした、リハーサルを。リハーサルをそう見まして、いや本当にすごいです。もう一回やりますか、さっきのやつ。いや、あの、でやらない、やらない方がいいでしょ。あの、ここにカンペねえからお前忘れてんの。あの、そう、長いセリフあったんで、それだけカンペ用意してもらったんですよ。そうそうそう、そこまでお話。そうそう、もうカンペないんでね。もう今ないですね、何もないですね。はいはいはい、そうそうそう、いやでも本当にすごいですし、あと僕ら、あの控室が裏側にあるんで、ちょっと裏側のこの仕掛け的なものだったりもちょっと見えるんですけど、本当にすごいです。はい、多分待った回あると思うんで。あ、そうですね、本当に大丈夫です、そこだけは。もうだけですからね、はいはい、少々お待ちくださいという感じですけれども、はい、本当にリハーサルの映像だけも私も少し見させていただいたんですが、迫力が本当にすごいので、はい、私もこれから生で見るお二人も楽しみですね。いや、そうですね、はい、楽しみですよ。じゃあ始まるということで、うん、お二人は応援アンバサダーです、はい、何かこう応援をしていただけますか。応援、はい、応援、応援ですね。応援できますか。そうですね、ちょっと小雨降ってきたな。あとちょっと1個だけ気になるのはですね、多分まあここのショーに携わる人たちがもう何人もいると思うんですよ。でその人たちの会議でなぜアンバサダーを雷にしようっていう流れになったのか、その録音音声聞きてえなと思って、いまだにちょっと信じられないですよ僕たちも。嬉しいです、ね、俺たちみたいなのがこんなね立派なショーのアンバサダーになるっていうことなんで、でも本当にこのねアンバサダーに就任したからに本当に自信を持ってすごいショーだっていうのを皆さんに、お届けできると思うので、皆さん本当にめちゃめちゃ待ってると思いますけど、それを超えるかのように、もうこれ忘れちゃうくらい非常に楽しいショーになると思うので、これ見たらこの先10年20年超えるショーも多分見れないと思います。他のショーを見ても多分、あー、なんかインフィニティボールの方が良かったなとか、逆に辛い人生になると思います。いやー、逆にこれ見ちゃったらね、まあ、僕リハも何も見てないので適当なこと言っちゃいました。そうですよね、だって石田さんそうですよね、まだ見てませんかね。本当にすごい、本当にすごいの、マジで試せるようにやってください。本当にすごいの。目のサイズがちょっと2倍くらいになってる、ね、そう、ネタバレできないのはね。そうですね、なかなか言えないんですよね、はい、ちょっとだけ言うなら、ちょっとだけ言う、あ、ちょっとだけ言うなら人が出てきます。もうすでに出てきてるし、人と仕掛けがね本当にすごいです。人と仕掛けが本当にすごい。あの、間違いではないんですよね、あってはいるんですけど。すごいざっくりですが、
はい、でもだから遠口で説明していいか、やっぱりそうなんですよね、わかんないですね、うん、ぜひ楽しむために皆さんを一緒に取り込みたいと思ってるんですよ、はいはい、ショーというのは、はい、なので皆さんの手拍子だったりダンスだったりが重要になってくるんですね、はい、なのでちょっと皆さんのこの手拍子がどのぐらい大きくなるかっていうのを聞かせてもらってもいいですか、はい、いいですか、皆さんもじゃあ両手叩けますかね、はい、いきますよ、リズムはじゃあ私に合わせてください、はい、2人もいきますよ、せーの、ワンツーワンツーワンツーワン、もっといきますよね、もっともっといいですね、お姉さんもっともっともっと、はい、いいですね、ありがとうございます、これショーの時にそうだね、一緒に楽しめるってことなんですかね、パフォーマーの皆さんが促しますので、あーなるほど、はい、一緒に皆さん巻き込んでのショーになるという、はい、じゃあもう一つできますかね、もう一個やっていいですか、まだあるんですか、もう一個ダンサーの方々がですね、このライトをピカッと光らせるんですよ、はいはいはい、なこの時に皆さんもスマホのライトで一緒に光をステージに向けていただきたいんです、はい、あ、できます、あ、白森さん、あ、綺麗、綺麗ですね、はい、お持ちのスマホでぜひ光、あ、いいですね、すごい奥の方までありがとうございます、いいいいいい、この時にぜひね光をピッてつけたら皆さんもスマホのライトでピカッと、お二人はスマホ置いてきちゃいましたもんね、置いてきちゃいました、思いっきりステージに携帯持ってくるやついないですか、ですね、置いてきちゃいました、感じで常識的に OK です、でも、はい、お客さんも何だろう、演出の一つになるってことですよね、そうなんです、要はなので皆さんはただの観客ではないっていうことなんです、うん、もうショーの一員として参加していただきたいと思いますので、はい、皆さんぜひぜひ一緒に楽しんでいただきたいと思っております、はい、間もなくですよ、8時30分からスタートいたします、はい、本当にお待たせしました、間もなくでございます皆さん、なのでお二人もステージに再び登場してくださって本当にありがとうございました、はい、いいえ、とんでもないです、ありがとうございます、じゃあ皆さん